女川では新しい街づくりが進められています。やってみないと分かんないっていう部分がすごく多くて、これをやり遂げたっていう事実っていうのはこの地域には残るはずですので。逃げろ。津波が来たら高台に逃げろ。いつまでも逃げることの大切さを語り継いでいきたい。難しいだけで不可能ではないということをね、この建物を見せることで町民の人に分かってもらいたかったもんね。希望の灯火っていうんですかね。町も変わっていくけども自分たちが変わらなきゃダメだというふうな、初めの一歩が踏み出せたのかなって思ってますけどね。過去に区切りをつけ前に進むため、今この場所で生かされている人たちの気持ちっつったらかなり熱いっすよ。三陸の魚介類がカタールドーハの地に届いて、それがもう究極の夢ですね。千年に一度と言われる災害、その